言えばいいの？広告みたいなやつで私の、あの感想も載せてもらったんですけど、パンフレットみたいなやつ、本当に、ね、最低で最高の映画だなと思ってなんかね、ダサすぎてかっこいいっていうか、だからファッションに関してもダサすぎてかっこいいの。一番左側 の、 あのピンクのネットのボディースーツとか最高じゃんあれとかスイカかよみたいなそう、これはね、でもこれがいいんですよ。そう、これがこういう格好で、そう、こういう格好はもう本当におしゃれ、かわいいじゃないですか、うんうんうん、だけどここでできるファッションっていうのは私一番目指してるところです本当にダサいけど、そのダサさがかっこいいみたいな。水着にジャージにスニーカーですよ、うん、君は一体どこを歩くんだいっていうかね海なのか陸なのかって。なのになんであんなにおしゃれに見えたんだろう。いやだからおしゃれなんですよ、うん、あと着てる子たちもそれに着られてるんじゃなくてそれを着てるっていう、衣装っていうよりかは本当に彼女たちにキャラクターそのままがそれを着てて、キャラクターにドンピシャなんですよ。だからしっくりくるっていうか、まとまるし、すごい。だからね、うん、見どころがいっぱいありますよ、はい、ファッションに関しても音楽も、まあ、ストーリーもそうですけど、ね、あのここに来ているみんながちょっとファッションでこの映画からなんか取り入れられるとしたら何ですかね、うん、え、普通にあのコラボ